ベル、さっきのシアンスロープの人に何かを渡してた。でも、どっちも見張れない。ラウルたちに伝えた方がいいかな。ナーザさんに手を貸してもらえるのはかなり大きい。とりあえず、神様たちに連絡を。ベルクラネル！アイシャさん！なんだいその悲鳴は。まるでモンスターに会ったみたいに。あたしをあの引きガエルと勘違いしてないかい？ごめんなさい。リュウさんも。どうも、クラネさん。ですが、どうか私の名前は叫ばないようお願いします。すいません。でも、どうしてここに？アンドロメダから事情はすべて聞きました。その上で、あなたたちを助けに。言ってなかったけど、私はヘルメスファミリアの一員になってね。拒否権なんてないのさ。またヘルメス様が、本当に力を貸してくれているんだ。アンドロメダからの依頼はありますが。そっちは私一人で片付けといてやるよ。何かやってほしいことがあるなら言っておきな。はい。それじゃあ。それはまた難題ですね。あんた、とんでもないこと言うね。ごめんなさい。時間を少し稼いでもらうだけでもいいんですけど、無理ですかね。いえ、やりましょう。それがあなたの望むことなら、全力を尽くします。リュウさん、ごめんなさい。ありがとうございます。本当にあんたは厄介元に巻き込まれるね。いや、自分から首を突っ込んでいるのか。これが終わったら、ちゃんと見返りをいただきたいもんだよ。触れるな。以前私はそう告げたはずですが。